委員会を再開いたします。それでは福祉保健部関係の付託議案の審査に入ります。議第84号平成26年度一般会計補正予算括弧第5号のうち歳出の所管部分を議題といたします。質疑に入ります。すみません、はじめに産官民生費の質疑を行います。1項社会福祉費、2項児童福祉費、3項生活保護費についてです。障害者福祉費の産官、産官民生費の質疑です。児童福祉費の先ほど分かった障害者福祉費の、はい、これも入ります。産官民生費の産官は全てですので、27ページですね。地域生活支援事業福祉課、手話方針員等派遣事業についてお伺いしますけれども、額としてはそんなに大きくないんですけれどもね、これは手話方針員あるいは要約筆記方針員の派遣回数が、多くなってきたということで説明をいただきましたけれども、これは例えば市民意識とかですね、イベント実行委員会を含めて、市民の意識がこのバリアフリーといいますかね、その人権感覚がこう非常にこう豊かになっていったということの表れでもあるのかどうなのかという、その状況を一つお伺いしたいということと、もう一点はそれぞれ、ボランティア団体の皆さんが頑張っている成果でもあるんだと思うんですけど、その方針員 の育成状況などについてはいかが、どのように見てられますか。関連最近、はい、それに付随してこの手話方針員の派遣のその規約っていうか、あるいは一般的な、なんて運用規定っていうか、何かそういうものがあったら合わせてお聞かせになってください。福祉課長。福祉課長、はい、今ほどお二人の方から質問がありました。手話方針とは件ありがとうございますけれども、1点目のですね、2人の方からありました、その市民の機運といいますか、そういうものでございますけれども、これはまあ確かに手話言語条例を作ったところもありますし、今障害者の社会参加というものも着実に私どもの方でも心がけさせていただいておりますし、そうした中でやはり着実にその市民の方々の中には根付いてきていると思います。以前であればですね、違う国のといいますかね、別のところでやるというようなことが多かったんですけど、今みんなこうミックスしましてですね、いろんな方と一緒にというのが、かなり学校、小学校、そこらからこう当たり前になってきてますので、やはりそうした方たちが今社会に出てこう頑張っておられるので、市民の中でもやっぱりそういう意識というのは定着してきていると思います。そういうものが、やっぱりその回数等にも表れているのではないかと私どもお伝えしています。やはり事業とですね、それから運用規定については、担当課長の方から話をさせていただきますので、よろしくお願いします。障害福祉係長。はい、今回の手話方針員、それから要約筆記方針員の派遣 の増額要求でございますけれども、手話方針員につきましては、今までろうあ夫婦さんの一組が主に使ってたんですけれども、その後ですね、給食で食案とかそういう研修講座に参加されたいというろうあ者の方がいらっしゃいまして、その方がかなり派遣回数が増えましてですね、増額になりました。それから障害者団体 の主催行事で、今までだと手話方針が派遣しなかった行事につきましても、手話方針の方がどんどん参加するような方向になってきておりまして、そういった部分もございます。それから要約筆記方針につきましては、
主に高齢者の中途失調者の方がお一人ですねご利用になっているんですけれども、その方が最近ちょっと体調が悪化いたしまして、で病院とか障害福祉サービス等の利用を検討する方向になりまして、その方が主に利用件数が多くなってきている現状がございます。予約引き方針につきましても、最近いろんな行事でですね、今回第二次成人式でも予約筆記でパソコン筆記やるんですけど、これは第二次成人式の予算でやるんですけれども、そういうような形でですね、各行事にもこうパソコンの予約筆記などをこう利用するような方向になってきておりまして、そういう面で の件数もちょっと増えてきております。それからですね、派遣の対象についてなんですけれども、柏崎市の意思疎通支援事業実施要項というのが26年の今年の4月に、今までですと、手話方針とそれから要約引き方針別個に実施要項を作ってたんですけれども、今年一緒にまとめまして、意思疎通支援事業実施要項というものを作ってございます。その中で派遣対象といたしまして、公的機関または医療機関との医師の仲介が必要な場合、それから柏崎市または福祉関係団体が実施する事業に参加する場合、その他市長が必要と認める場合等の派遣対象に対してですね、派遣を行うということになっております。それから派遣の要手話方針要約引き方針の要請状況なんですけれども、毎年手話方針と要約引き方針につきましては要請研修を実施しておりまして、今年度ですと手話方針の要請研修でですね、9名の方が受講されて、今もこれがまあ大体半年ぐらいのスパンなんですけれども受講されております。それから要約引き方針につきましても現在2名の方が、これも半年のスパンで研修を受講されておりまして、そういった方が今後ですね、また可能であれば手話方針それから要約引き方針の登録をしていただくようになります。私どもの方で手話通訳者としてですね、手話方針の登録をしている方が現在11名、それから要約筆記方針として登録されている方が6名いらっしゃいます。先日も広報で要約筆記と手話方針の広報させていただいたんですけれども、そういう相談があればですね、この登録者の方にご案内して手話なり要約筆記なりをご利用になっていただくという流れになっております。方針が11名、それから要約筆記員が6名、それにまた関連して手話通訳の方が2人くらいというふうにまあお聞きしているんですが、柏崎クラスの規模、都市規模からしましてですね、非常に少ないなという印象、周辺市町村も大都市になんか集中する傾向があって、大きな都市にはたくさんいらっしゃるという話も聞いてますが、柏崎で、今予算要求もこう出ているわけですが、少ない方々に負担がかかりすぎているような実態はないのか、それから柏崎規模でこの人数はどう考えているのか、その2つを聞かせてください。障害福祉係長。柏崎市でですね、手話の資格を持っている方、手話通訳士、厚生労働省が認定している手話通訳士が1名いらっしゃいます。それから手話通訳者、新潟県で認定されている方が、お一人、これは今年の5月にお一人、登録、実はこの方の手話通訳者として、合格したんですけれども、ちょっと他のお仕事もされているので登録はされておりません。で、基本的にはですね、柏崎クラスですと大体手話通訳士なり手話通訳者ぐらいがお一人ずつぐらい大体で、新潟市とか長岡市とかのやっぱり内都市圏の方が多くいらっしゃいますです。あと柏崎市で今手話通訳されている方は手話方針ということで、柏崎市で要請した方をですね、ずっと今設置している状況でございます。柏崎市の場合ですと手話のボランティアをされている方はですね、大体みんな女性の方でございまして、
ある程度まあ勉強されてるんですけれども、どうしても家庭との両立もありましてですね、まあ、私どもとしてはできるだけそういう資格を持っていただくようにお願いはして、まあ、ボランティア団体の方にお願いはしておりますけれども、皆さん家庭を持ってらっしゃる方でしてですね、今後、まあ、そういう方がどんどんこう、まあ、研修とあと試験を受けていただくように、まあ、関係団体の方に働きかけをこれからもしていきたいと思っております。それから昨年度からですね、手話通訳者の方についてはステップアップ研修をさせていただいておりまして、昨年そのステップアップ研修にですね、10人の方から受講していただきまして、その方がまあ今後ですね、手話通訳者県の認定する試験にまあ受けていただくように今後は働きかけていきたいと思っております。以上でございます。ご丁寧に現状の説明はよくわかりました。課長もいいんでしょうか、部長もいいんでしょうか。もう一つ、はい、柏木氏の規模、その質問ちょっと遠い漏れのところがあります。しかし福祉課長、規模の方はあれですけれども、ちょっと負担がかかっていないかというところをちょっと、まあ、私の方でさせていただきますが、どこもそうなんですけれども、やっぱりその、本当はこのくらいの都市であればこのくらいというラインがやっぱりあるんだとは思うんですが、やはりそれぞれが自治体がやっぱり自分の持っているその社会資源で対応していくしかないという現状がやっぱりございます。で、私どもの方でも決して無理なお願いをしているわけではありませんし、やはりこのやっていただくところが無理だよといえば、それはまあ私どもの方で相手の方にちょっと日をずらしてくれないかとか、そういう調整もまた入りますので、大事な、まあ、方たちですのでね、この方たちがまた倒れられると、これまた後がないので、後がないというか、まあ、要請はしてますけれども、なかなか次が代わりが要請するには大変でございますので、そこは配慮させていただきながら配慮させていただいているところです、ね。障害福祉係長、平成24年度にですね、こちらの方で調査させていただいたものがございまして、新潟市がちょっと多いんですけど、手話方針の数が109人で、長岡市が56人、三条市が12人、燕市が18人、あと上越市が11人です。柏崎市も全体ではですね、だいたい20人前後の方がサークルの方がいらっしゃるんですけれども、実際にその手話をまあ、私ども今年からまあ登録制にさせていただいてますので、登録している方は9人なん、登録させていただいている方は11人なんですけれども、大体サークルで活動されている方は21人ぐらいいらっしゃいまして、トータルで見るとですね、大体まあ各市と比べてもまあそれなりの柏崎市ぐらいの規模であれば手話をされる方は多く抱えてるんですけど、私どもの場合ボランティア団体に委託しておりまして、大体他の市町村ですと社会福祉協議会さんとかに委託している場合が多いもんですから、登録で見るとまあ数は少ないんですけど、手話をやっている方については同じぐらいのレベルだというふうに認識しております。ちょっと最後に一つ部長にお聞きしたいんですが、柏崎レベルの都市規模 で今も課長の答弁にもありましたけれども、倒れられるとまた後が続かないみたいな現状ですよね。障害者の社会進出というのは非常に増えてきているし、またそれを進めようという政策もあるわけですから、そういう観点からどんなふうに考えて、規模の設定とか目標とかそういうようなことまで考えていらっしゃるのかどうか、その辺についてお聞きします。福祉保健部長、福祉保健部長、まあ、ご指摘のところでございます。実際にご利用される方のいわゆる、数、それからそれに対応できる、スタッフの数ということで、まあ、このバランスというのがあると思うんですけれども、まあ、やはりその手話通訳にしても筆記の皆さんにしても、やはりなかなか次が育ってこないと、今おっしゃるようにですね、いずれ衰退していくということは当然考えられるでございますので、今活動している団体の皆さんのまた、ご意見を伺うことやらですね、また市としても一方で必要とされている皆さんの実態
態と踏まえながら並行してですね、その、持続できるようには進めていきたいというふうに思っております。今の続きなんですけれども、今回は個々の障害の方たちの依頼があって、まあ、派遣回数が増えたために、補正を出したということなんですが、この個々のこう障害者の方々のというのではなくて、何かシンポジウムだとかそういうところに、確か以前は要望あるなしにかかわらず、そういう方たちが参加できるような形でもって予約筆記をしたり手話をっていう形の時があったような気がするんですけど、なかなか今はそれはあまり、なんて言うんでしょうね、私が参加しているそういうシンポジウム等にはそういう方たちは対応してないなということを感じてるんですけれども、そこら辺はその実行、そのシンポジウムをやったんであれば、そのシンポジウムの実行委員会からそういう方たちも参加するのでっていうことで要請をされてたのか、反対に要請はないけれどもそういう方たちのために手話通訳であったり、予約筆記があるのでぜひ参加してくださいっていう、この捉え方というかね、考え方っていう、ちょっとうまく説明できないんですけど、要請があるからではなくて、こう当たり前なんだと、こういう会にはぜひ参加していただくために対応していますよっていう市の、考え方が必要なんじゃないかなと私は思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。市課長。今の質問ですが、その以前 の, です、ね、その枠組みといいますか、その組み立て方がです、ね、私は分からないので、ちょっとそこはちょっとお答えできないんですけれども、まあ、今はです、ね、私どもの方で、まあ、優先的にといいますかね、自分たちでこの障害の授業の中ではです、ね、そういう方必ずつけるようにということで、うちの串川が特にやっているものについては、自分のどこのものだし、障害者対象者がもう、指定されているのでという形でやっています。でただその障害者計画でもですね、それからこれから出てくる障害者差別解消法とかいろんな中でもですね、まあ、当たり前のことにしていかなければいけないというのがですね、これからのまあテーマになってますので、これからはその今委員長がおっしゃるようにですね、そうした形の組み立て方をですね、町内の全会にですね、本当に持っていかなければいけないとは思っております。言い方としては、ただそれはまあお金も当然伴ってくることですし、そこらはまあまあ、どう言いますかね、その町内の各課あるいはその関係の機関にもですね、いろいろこう働きかけしてそういう雰囲気を調整していってですね、そうした形のものを組み立ててこれからいきたいと思います。それがまあ共生社会というものを目指すという、まあ、一つの手段だと思っておりますので、まあ、今現在はまあそのまあお金の制約もありですね、そうした中で今限界にとどまっていたり、あとはまあその他の関係のものでもですね、まあ、ぜひまあこういう人も来るんでということのところに今とどまっているのが現状であります。はい、委員長。確かに予算もかかるわけですし、また人材不足という今話もありますので、なかなかこう厳しいような状況だと思うんですけれども、さっき石川長が言われたように、そういう視点でもって、まあ、共生社会という一番大事なこれから の, 取り組みをね、そういう細かいところまで目配せをしてやっていただきたいなというふうに要望しておきます。関連ですね、新田議員。すみません、今の件で番外で、今課長のご答弁の通り分かったんですけど、そのこれはまあ部長さんから他の部下なり町内の会議で出してほしいと思うんですけど、その要約筆記に関しては、まあ、僕も要約筆記リアルタイムで取りますけど、これビジネススキルとしては民間では当たり前のことなんですよ。僕いろんな民間の会社の会議出ますけど、みんなでリアルタイム取って終わってメール送って、はい次の会議ってやるのが普通の民間のスピードなんですよ。でこの市役所の中の会議はメモで取って後でパソコンで打ち直して、それもワードに貼り直してなんてことをわざわざやるわけですよね。でこれを障害者のことの要約筆記のことと市職員のビジネススキル、まあ、当たり前で持ってるべきスキルのことと分けて今、まあ、例えば補助金だとか補助制度だとかあればそういうの分けて考えるのはいいんですけど、これちょっと部の中でもちょっと共通の認識でやっぱりもうちょっと持っていただいた方が
市役所の全体の業務のスキルも上がるし、共生社会にとってもプラスなので、まあ いつも私は思うんですけど、やっぱりちょっと市の職員の中でも申し訳ないですけど、もう少し全体で取り組んでいただくことを、ちょっと部またいで部長さんからちょっとご調整いただいた方がいいかなと思うんですけど、この辺部長さんお考えどうでしょうか。副所見部長、まあ今三浦さんのご意見になりました。ちょっと私自身はまだ頭の中でちょっとイメージがつかめないので、申し訳ないんですけども、まあなんていうんですかね、こう合理的っていうんですかね、そのいわゆるその、効果的な一つの進め方やり方であるならば、それはやはり、検討していく一つだろうかと思いますけど、申し訳ないです。ちょっと私がちょっとイメージがつかないので申し訳ございません。ちょっとそれ以上ちょっと答えになりません。はい、恐縮です。私の説明の仕方は悪かったんですけど、ようやく筆記ってこう話を聞きながらパソコンでテキストでメモを取るわけですよね。でそれをプロジェクターで出す と手話の方が来られてなくても大丈夫ですし、で逆に英語の能力がある人だと手話って 全世界共通じゃないから、例えばアフリカみたいないい加減な人がいたらダメですけど、そうすると今世の流れとしてはようやく筆記のマルチリンガル化っていう方がパソコンの時代に合ってるだろうとこう言われてるんです。それと市役所内の各会議でみんなで話し合って後からまた会議録を起こすなんていう無駄だから、リアルタイムに議事録を取るっていう技術と要約筆記の技術は一緒なんですよこれ。だから職員の IT 化の研修と障害者用の要約筆記の研修ってこれ分けて考えること自体が私はもう時代が古いなと思うので、そこら辺を部をまたいでお話ししていただきたいなということで、これは答弁結構僕説明しただけなんで、すいません。いいですか。はい、持ちたいです。事前にチェックして勉強しておけばよかったんですが、これちょっと聞かせていただきたいんですが、障害者福祉関連事業は268万6000円が計上されていまして、そして障害者総合支援法の改正云々っていうのもあって、介護保険って言いますか、介護給付との関わりでいろんなこの入れ替えていますか、あるわけですが、まあ、確認の意味で介護保険制度との関わりもあって、この65歳以上の障害のある方というのは、まあ、優先的に、障害者福祉制度から介護保険制度へ切り替えると、まあ、いうことが言われていて、この介護保険優先原則というんですか、こういうのがあると言われていますが、こういう立場でこの障害者福祉関連事業、それから今回の障害者総合支援法の改正にはなんていう、こういう関連で、見ていればいいんですか。市の行政としてはどういう立場でこれが関わっているのか聞かせていただきたいです。障害福祉係長。障害者福祉関連事業というのは生産還付金なんですけれども、手当て特別障害者手当等の還付金、それから県の重度心身障害者医療費助成制度の還付金のことでございます。したがって介護保険等のサービス等の内容ではなく、医療費助成とか手当に関するものが障害者福祉関連事業268万6千円となっております。それで今まで、いわゆる障害福祉制度を利用していた人が65歳になると介護保険制度で切り替えさせられると、まあ、いうふうになってるんですが、この辺の絡みですね、どんなふうに市行政は障害者福祉と介護保険制度との絡みでなってるのか、確認の意味でも聞かせてもらいたいんです。福祉課商談係長。障害相談係長。障害相談係長。
はい、今ほど制度的な65歳になりますと、基本的には介護保険のサービスに移るわけでございますけれども、一律ですね、65歳になったからといって、介護保険のサービスに移るのではなくて、その方それぞれのケースに合わせまして、介護保険と障害福祉サービス、今まで受けた障害福祉サービスが共通のサービスであれば介護保険の方が優先いたしますけれども、その方ご本人にとりまして不足のサービスがあるとするならば、合わせて障害福祉サービスも65歳になりましても継続してご利用いただいております。そのところは介護保険の介護高齢化と福祉課の方と協議いたしまして、それぞれの方のケースに合わせまして協議をしているところでございます。以上でございます。はい、よくわかりました。最近初めて聞いた、65歳問題っていうのはこの前もテレビでやってたんですが、自動的にその今障害から介護に切り替わって、そのサービス内容も今までの障害のがなくなって、介護の中はメニューが変わってくると、それで結構費用も有料になったり、そういう問題が今すごく全国的に問題になってるんですよね。その辺は柏崎市っていうのはないんですか？確かに今佐伯議員さんがおっしゃるように、65歳になりますと介護保険にそのまま移りますと、自己負担金が発生いたしますので、今まで大方の方々は使用料はゼロだったんですけれども、負担金が増えてしまうというケースが確かに発生するんですけれども、基本的には今のこの社会保険制度に行きますと、65歳になりますと要するに保険料でカバーしている介護保険の方に基本的に移るということが大前提でございまして、そういった中で基本的には介護保険のに移りますが、先ほども言いましたように全くその機械的にスライドさせるのではなくて、今までその方がサービスを受けておりましたサービス提供者の方とのつながりとか、その方の生活リズムとかを考慮いたしまして、引き続きなるべくといいますか障害福祉サービスの方も併用するような形で協議を進めているところでございます。以上でございます。ぜひとも、その辺のところをですね、うまく引き継いでいただきたいなと。それで、それによって結構、市としての支出の面ですね、予算の面はどう変わってくるのか、その辺のところもちょっとお聞かせ願いたいと思います。石川障害相談係長。障害相談係長。すみません、予算面でございますけれども、ただ65歳になりまして、即介護高齢に、すみません、介護保険に移られる方、確かに いらっしゃいますけれども、大枠の中の予算の中ではカバーできる部分と考えておりますので、何百人もいらっしゃるというわけではございませんので、通常の中でのこの事務の何て言いますか、進め方の中でカバーできると考えております。以上でございます。内田に市長はそういう方でやってるので、それでいいんだなと私は思いましたし、そのことについては要するに介護保険優先原則というのを一律にするなということが厚労省から確か通知が出てると思うんですよね。 ですからそういう皆さんでそういう対応されてると思いますけれども、でさらにですね、来年この障害者総合支援法が見直されるというか言われていまして、だから今日の問題がやはり実態に合わせてですね、行く必要があるんじゃないかなと、言って変えちゃったんだけども、しかし今言われるように通知のごとくその方に不利益にならないように現状そうやってるわけですからね。であるならばやはり元に戻すというか、そういうことも国へこう進言する必要があるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺も合わせて、見解がありましたら聞かせていただきたいと思います。国があるんだ。串課長。はい、今ほど時代の方から指摘があったものがですね、具体的にどんどんなるかということもありますので、これからなかなか難しいんですけれども、こう一つ一つですね、私どもの方でそれを噛み砕いていってですね、これまた実態に合わないなということであればですね、それは市長会なりを通じて、また声を出しているような格好の対応になると思いますし、また今言ったような係長が説明したような範囲でですね、またできるものがあるのであれば、当然それはその中で私たちに努力させていただいて、その中で対応させていただいて、なるだけ負担かからないような、負担かからないような方法を取っていく。
のが、まあ、やはり市民の皆さんへのサービスだと思っておりますので、ね、はい、はい、分かりました。以上です。次に、4館衛生費の質疑を行います。はい。最近、現機関のですね、整備950万円、現機関障害者デイサービスセンターに設置されている特殊介護浴槽ですかね、これの老朽化で水漏れ発生して取り替えと、これはまあ結構金額大きいもので、これは新年度予算という格好で検討できなかったのかどうか、その辺と今回出た理由ですね、その辺まず聞かせ願いたいと思います。元気支援課長、はい、はい、今ほどの現機関デイサービスセンターの、特殊浴槽でございますが、現機関ができたのが平成11年、10月でございまして、すでに、まあ、15年経過しているところであります。この特殊浴槽につきましては一般的に、まあ、6年が耐用年数ということになりまして、まあ、今回だいぶ傷んでですね、まあ、水漏れをしたりですね、非常に、まあ、危険な状態にあるということで、実は当初予算にもですね、まあ担当課としてはですね、予算の方を上げさせていただいたところでございますが、市全体の予算の中からですね、またまたま、ちょっと玄関じゃないですが、隣の健康管理センター等のですね、エレベーターについてもですね、30年を経過しまして、危険、まあ、途中で開いたり、まあ、閉まってしまったりということで危険だということで、そちらの方を優先させていただいたというようなことでございます。で、まあ、新年度までちょっと待ちきれないものですから、実際にご使用してまして、今も言いましたように水漏れとはあったものですから、今回検討させていただいているということでございます。はい、そうなると、まあ、このほかにも結構もう入れ替えとかいろんなことが今後出てくるわけですね。その辺はどうなんですか。元気支援課長。はい、はい、まあ、今ほど言いましたけど、現機関についても15年経過しておりまして、うん、まあ、施設そのものもですね、実は屋根の雨漏りをちょっとしている状態でございます。うん、それについても応急的な修繕につきましてはですね、まあ、やっているところでございますが、まあ、今後、まあ、業者等に見ていただきながらですね、まあ、全面的にも修繕したりとかですね、そういったことを考えなくてはならないと思いますし、また施設等につきましてはかなり、高額なものもあるものですから、市の財政の方の財政計画と合わせながらですね、耐用年数と見ながらですね、修繕また入れ替えと考えていきたいというふうに考えております。最近そうなるとですね、根本的に大改修計画っていうか、そういう発想っていうのは出てこないんですかね。部長どうですか。職権部長その電気館の、まあ、施設に限らず、これは全ての公共施設において言えるわけでございます。で、まあ、私も職員担当しまして、まあ、いくつか今電気館ですけども、それ以外の福祉施設もございますので、実際にその経過年数、それから建物がやはり順次傷んでまいりますので、それが年度ごとにどの程度のことが発生し、どの程度の予算が必要になるかということをちょっと整理しておくようにということで、指示をいたしましたので、これはまた次期の、ご時世になりますか、との財政計画の中で、まあ、小規模修繕もあるでしょうし、ゆくゆくは大規模修繕、それある程度今読める範囲の中で、まあ、整理するようにということで、まあ、整理をしている最中でございますので、まあ、それをまた踏まえながら、進めていきたいということでございます。それから、まあ、当然財源に限りがありますので、まあ、その中でも、まあ、優先順位の中で、まあ、進めていく、たまさかこれがちょっとそれまで耐えられなかったということで、ご指令で述べさせていただいたということでございます。荒木に、この形状というか予算要求の仕方ですから、まあ、1台というか1機というかそういうことだと思うんですが、まあ、その時の確認が一つと、それからあそこは海に近いですよね。そういう意味の塩害というか、その対策とかそういうものはどうなっていたのかということ、それからもう一つはですね、3点目ですが、入れ替え、まあ、入れ替えになるんですかね。そう、入れ替え、入れ替えですよね。そうすると金額も大きいですが、これ入れ替えするに期間どれくらいかかって、その間利用者の不便はどうなるのか、その3点です。
元気新課長。はい、はい、まず第1点目でございますが、今回は1台というようなことになっております。特殊浴槽ということですが、車椅子を使っている方を主に、が使われるということで、1日平均大体平均50人の方が使われているんですが、その中で特にその、車椅子を使われている方について、8人から9人程度の方が利用されているというようなことであります。2点目の塩害についてでございますが、これは建物の中にある浴槽ですので、特に大丈夫かと思うんですが、ちょっと別な話で、設備の関係でエアコンの室外機とかにつきましては、これもやはり塩害がありまして、今年度もですね、一応2台ということで、毎年2台ずつこう入れ替えをさせていただくような形で予算をお願いしているところでございます。そして3点目は機関につきましてでございますが、これについてもともと今あるものですから、配管等はできておりますので、上物の浴槽を付け替えるというような形ですので、機関的にはそれほどかからないというふうに考えております。荒木、もう一つ、3点ありがとうございました。それで、その入れ替えの期間ですよね、短期間ということですが、利用者が今おっしゃいました、50人ぐらいの方が対象で、1日8人くらいをご利用なんですか。そうです、はい、はい。その人たちは、その入れ替えの期間っていうのはどうなっちゃいますか。元気進化課長代理。元気進化課長代理。はい、今説明しましたように、チェアインバスという形の車椅子で、リクライニングの形で入るお風呂でございます。ですので、製品的にもう出来上がったものが、それを入れ替えるという形になりますので、業者との打ち合わせ等によりも話では、要は閉館日、利用しない日がございます。で、それを含めて、1日2日養生の時間を入れましても入れ替えはできるということでございますので、発注をして合うものを作ってそれを入れ替えるということで、ご利用の方にはご負担をかけないようにということで考えております。シェアインバス、シェアインバス、よし、いらっしゃい。最後に全体を通して他に質疑はありませんか。なし。これより議員間討議に入ります。なし。議員間討議を終わります。質疑を終わります。続きまして、議第85号平成26年度国民健康保険事業特別会計補正予算括弧第3号を議題といたします。質疑に入ります。なし。委員長、15ページになろうかと思うんですけれども、国保総合システム説明で、総合システムのパソコン更新が必要になったというふうにご説明があったんですけれども、不具合でも生じたのか、その辺どんな状況でこういうふうになったかというのは、を教えていただけますか。国保医療課長。国保医療課長。はい、この情報機器等の、購入でございますが、パソコンの入れ替えが趣旨になります。これは国保連合会と市とを結んでおります、国保総合システムの端末機、そのパソコンがですね、老朽化に伴いまして入れ替えが必要になるというものでございます。それで今後ですね、また国保データベースシステムといいまして、また医療情報を新たにですね、システム化する取り組みが今後行われます。このそれに伴いまして、現在使用しているこの機器がですね、処理能力がちょっと限界が来るということで、今回理解をさせていただきたいというものです。よし、これより銀管討議に入ります。よし、銀管討議終わります。次を終わります。続きまして、議第86号平成26年度介護保険特別会計補正予算括弧第2号を議題といたします。質疑に入ります。なし。これを
より銀管討議に入ります。なし。銀管討議を終わります。質疑を終わります。これより報告事項に移りますが、関係のない説明員の方は退席していただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。それでは報告事項に入りたいと思います。第6期介護保険事業計画各保守案の概要について説明を求めます。介護高齢課長。介護高齢課長。それでは報告資料ということで、第6期の介護保険事業計画の保守案の概要につきまして説明させてもらいます。1枚おめくりになっていただきまして、1の計画の基本的な考え方ということなんですけれども、介護保険制度が施行された2000年当時では、全国で900万人になった75歳以上の高齢者につきましては、団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、2000万人を突破するということで、都市部を中心に、75歳以上の高齢者が急増するという形であります。そのようなことから、介護医療、住まい、生活支援、介護予防が一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築をですね、国の方は目指しております。市におきましてもそのような形で取り組みを推進する一方で、今後人口減少、少子高齢化の進行によりまして若年層の負担が増えることから、介護給付の伸びとですね、利用者負担の均衡を保ち、持続可能な介護保険制度にする必要があると考えています。これらを踏まえまして、平成27年から平成29年度までの3カ年の計画期間とする新たな計画を策定することとしております。各国の計画の性格及び位置づけにつきましては、片括弧1、本計画は高齢者保険福祉計画と介護保険事業計画を一体的に策定する予定でございます。2ページ目をご覧になっていただきたいと思います。片括弧4の、につきましては、老人福祉法及び介護保険法ではこれらの2つの計画を一体のものとして作成することとされておりますので、一体的に策定するものであります。括弧3、他の計画との整合性につきましては、柏崎市の第4次総合計画、それら、福祉保険分野の個別計画と整合性を取りながら、進めていきたいと考えております。3ページ目をご覧になっていただきたいと思います。各4の計画期間につきましては、先ほど申し上げたとおり、3カ年の計画期間としております。片括弧2につきましては、6行目ぐらいからですね、第6期計画につきましては10年先の平成37年を見据えた計画ということで、国の推し進めている在宅医療・介護の連携、認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加、介護予防・日常生活支援総合事業、新しい総合事業などを推進する計画期間となっております。続きまして4ページ目をご覧になっていただきたいと思います。各個の計画の策定体制につきましては、介護保険実務検討会、介護保険運営協議会等を踏まえましてですね、計画内容の協議を行っております。各個6の
住民意見の反映につきましては、各1から各4の形でですね、いろんな調査をしながらですね、パブリックコメントを平成27年1月頃にですね、実施する予定でございます。5ページ目をご覧になっていただきたいと思います。2の高齢者の現状につきましては、各1の総人口と高齢者人口の推移につきましては、総人口が緩やかな減少傾向を示しておりますが、65歳以上の高齢者人口は平成29年から増加傾向を示しております。次の6ページ目をご覧になっていただきたいと思います。各国の医療介護認定者の推移でございます。認定者につきましても増加傾向を示しておりまして、特に要介護1および要介護2が増加傾向を示しております。続きまして7ページ目をご覧になっていただきたいと思います。括弧3の日常生活圏域別の状況でありますけれども、平成26年3月末現在の、総人口高齢化率認定率等が記載されております。圏域別では、東圏域がですね、高齢化率が高い状況でありまして、続きまして西圏域がですね、続いて高齢化率が高い状況でございます。中ほどの3の介護保険給付費の現状につきましては、給付費の状況につきましては、おおむね、増加傾向、緩やかな増加傾向を見せております。それから8ページ目をご覧になっていただきたいと思います。括弧2の介護サービス基盤の現状でございますけれども、第5期におきましては、特別養護老人ホーム、あと、有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能介護等を整備しましたけれども、複合型サービス、定期巡回随時対応型訪問介護看護につきましては、今現在、事業者からの整備はなく、未整備となっております。9ページ目をご覧になっていただきたいと思います。4の計画の基本体系につきましては、骨格に当たりますけれども、第6期介護保険事業計画につきましては、第5期からの引き続き、地域包括ケア体制の構築を見据えた取り組みを進めることとともにですね、平成27年4月からの法改正による、取り組みをですね、進めていく考えでございます。下の方のですね、第6期介護保険事業計画につきましては、第5期計画に引き継ぎまして、基本理念につきましては、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らせる地域社会の実現、サブタイトルとして、地域包括ケアシステムの構築を目指してという基本理念としております。基本目標につきましては、3つの基本目標がありまして、1つ目に、介護予防を重視した健康づくり環境の整備、2つ目に、高齢者が安心して自立した生活ができる地域づくり、3つ目に、介護が必要な状態になっても在宅で生活できる支援体制の整備、この3つの基本目標に基づきまして、下の方にある12の施策、主要施策をですね、進めて、各種施策を、事業を推進する考えでございます。10ページ目をご覧になっていただきます。5の介護保険制度の改正の主な内容につきましては、国の介護保険制度の資料をですね、付けさせてもらっていますけれども、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化という2つの柱からなっております。中ほどの6の介護予防日常生活支援総合事業、新しい総合事業につきましては、平成27年から介護保険の改正によりまして、要支援者に対する予防給付の訪問介護、通称介護につきまして、地域支援事業の方に移行になりまして、新しい総合事業へ移行することになっております。各国の移行スケジュールにつきましては、4行目の方からなんですけれども、柏崎市では平成29年4月を新しい総合事業の本格的なスタートと見据え、試行的な実施も視野に入れながら、
事業内容の検討や関係機関との調整を図っていきたいと考えております。11ページ目につきましては、厚生労働省の資料を付けさせてもらっております。次に12ページ目をご覧になっていただきます。7の高齢者の推計につきましては、各1総人口高齢者人口及び高齢化率の推計につきましては、今現在の、推計した人口数をですね、平成29年まで、推計しております。平成29年につきましては、高齢化率が 31.8%、高齢者人口が27,292人ということで、増加傾向を示しております。それから13ページ目をご覧になっていただきております。括弧2の医療介護医療支援認定者の推計につきましては、平成29年につきまして、までですね、増加傾向を示しておりまして、平成29年には、6036人という形でですね、推計をしております。今現在、平成26年5月の推計をしておりますので、最終的には9月末現在でですね、推計したいと考えておりますので、変更になると考えております。以上説明させてもらったんですけども、今現在、契約の確定作業を進めておりますけども、12月の市議会文教構成委員会におきまして、またその内容につきましてですね、お示ししたいと考えております。以上でございます。ありがとうございました。それでは質疑に入ります。本当にいいですか。どちらに全体 の工程なんですが、この4ページに、パブリックコメントの実施が平成27年1月頃に実施するとなっていますが、そうするとこれ完成させるなるのは3月、いわゆる26年度の末というか、3月の議会の時にできたものが発表されるというか、ということになるですか。介護高齢課長。介護高齢課長。そうですね、2月議会、もしくはですね、3月議会になるかと思いますけども、基本的には2月議会になるかと思っています。うん、星田委員。そうすると今、12月議会でまた中間的な報告がなされるということも聞いておりますが、私たちの議員のですね、まとまっ、こういう場で細かいところまで質問したけど、ちょっとね、時間となりもあるんですが、議員からの意見公募というとおりだけれども、パブリックコメントの中にズバッと入ってるから、私たち議員もここのところで、全部、なんて言いますか、まとまった意見を出せばいいと、こういうふうに理解すればいいですか、どうですか。介護高齢課長。介護高齢課長。基本的な考え方につきましては、12月議会を示しさせてもらいたいと思いますので、それにつきまして説明させてもらいましてですね、文教厚生常任委員会に、お示ししたいと考えておりますので、そこでまたご意見をいただければというふうに考えています。それに基本的なのでもう一つお届けしましょう。12月議会で基本的な考えが出てくることなんですけれども、今回第5期が終わって第6期へ向かうというよりも2000プラスもさせていただきますけれども、2025年を睨んで、ある意味では私たちの方から言わせれば給与制限と負担増だと言わざるを得ないような動きが出るぐらい大きな見直しというか方向性が出ているわけですので、やはり議員としてもですね、これまで以上にやはり意見を分けなければならないという、そういうつもりでいるんですが、その12月の議会で基本的な結果が出るわけですけれども、その前には意見は出さないで、12月の聞いた上で意見を出すと、こういうふうにでいいんですか。介護高齢課長。介護高齢課長。
今現在介護保険実務検討会、介護保険運営協議会でですね、議論しております。それにつきましてですね、さまざまな議論を踏まえて、12月の市議会、文教厚生常任会にですね、お示したいと考えていますので、よろしくお願いします。もう一つ、非常に第6期っていうのは新しい支援事業も関わってきますから、非常にやはり行政制度としても難儀だろうとなって私は率直に感じますし、これは取りも直さず、やはり介護保険事業を運営していくには、まあ、財源が何といってもこれは大事なわけで、市長会を通じて今後ともなんていうことでも答弁がありましたけれども、今この介護保険制度をめぐってもそうですが、介護報酬改定ですね、これがこの秋からこの1月に向かってと言いますか、国でも相当やはり検討がなされるというふうにも聞いていますので、ここでやはり今のこれからの第6期も含めて、その将来のことも含めて考えればですね、財源問題は相当ですね、国に愚痴する必要があるんじゃないかなと思うんですよね。こういう策定というか計画書を作ると同時にですね、同時進行させていかなきゃならないかなと、いうふうに思うんですが、この辺はあれですか、改めて今非常に大事なところに来ているというふうに思うんで、もう一回ちょっと見解を聞かせていただきたいと思っています。介護高齢化庁、今ほどおっしゃったような形でですね、今介護報酬の改定が行われております。基本的には1月ぐらいをですね、出てくる可能性があるということでですね、それを踏まえて、介護保険料につきましてですね、決定という形になるかと思うんですけども、やはり国の方は2025年に向けてですね、見据えた形で、計画を策定するという形になっているんですけども、やはりサービス水準とかですね、保険料水準につきましては、追求することになっておりますけども、他の市町村につきましてもですね、なかなか推計が難しい部分も多々あるんですけども、そういったものを踏まえましてですね、今後は保険料がですね、増える可能性がありますので、そういった中でですね、全国市長会を通じてですね、いろんな形でですね、予防活動といいますかですね、提言をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。委員長、すみません、私も一般質問させていただいて、ありがとうございました。これから本格的に計画を作っていく、今は、ニーズ調査とかいろんなものを精査しながら徐々に作っていらっしゃると思うんですけれども、一点は介護保険運営協議会の中でどういう議論がなされているのかというのが、私たち議員はちょっとよくわからないものですから、他の付属機関になるのか、こういう協議会では結構議事録を公開しているというところもあると思うので、地域医療連携会議は議事録をしっかりと出してますし、ぜひそれは要望させていただきたいなというふうに思っております。で、先ほども内田委員が言われましたように、相当大きな介護保険の改正です。で、担当課の皆さん本当に大変だろうなというのはもう勉強すれば勉強するほど思って感じています。難儀な中でこう計画を作っていらっしゃるんだなと。で、まして事務方だけの 中だけではなくて、それに関わる事業者さんであるとか、今後新しい総合事業、地域支援事業を作っていくに関しても、いろんな関係機関と調整しながら、また単価も決めていかなきゃならない。で、また新たに受け皿も作らなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですね。今の介護保険というか保険給付の中での介護予防給付であればいいんですけれども、そうではなくて単価を下げて、そして、サービスも低下させない で事業所もなんとか確保したいというのは、もう本当に厳しい状況の中で、それでもって本当にこの総合事業を
考えてもあのメニュー、まあ、もちろんあの、手山根さんでしょうかね、あの、どういう介護予防をあの皆さん要望してらっしゃるかっていうのをこうニーズ調査を調べた段階でも、うん、これはあの一般の方々の、まあ、NPO であったり、まあ、町内会もしかしたら町内会そういう段階でもできるし、そうではなくて専門的にやらなければどんどんあの介護度が重量化してしまうケースもあるかもしれない。それをどうやって精査していくのかってなると、まあ、ケアマネさんの能力とかっていうのもまた求められるとか本当に大変だなというふうにあの思っております。あのこの、簡単にあの12月議会に出てくるだろうなんて言われますけど、そんなに何万かのものではないなということと、あと介護保険料の問題もあのこの給付のね、給付の量というか、3% ですよね、給付費の 3% が地域支援事業になるんでしょうかね、私が理解したらそういうふうに思ってるんですけど違いましたでしょうか、まあ、それはちょっと訂正してもらいたいんですけれども、まあそういうことも考えてもどれだけの給付料を提供するかというところもまた判断していかなくちゃいけないというところで、ちょっと難儀な状況だと思うんですけれども、あのしっかりとあの関係機関と の, あの調整をしっかりやっていただいて、事業者もやっぱり事業としてやっていっていただかなきゃいけないので、そこら辺を丁寧にやっていただきたい、まあ、その意気込みをちょっと聞かせていただきたい、2点を聞かせていただきたい。副所見部長、冒頭にございました運営協議会のですね、議事録は付属館でございますので、公表がされている、されておりました。その出るタイミングがちょっとどうなのかなっていうのはちょっとまた確認をしますけれども、あの基本的にはあの公表されているということでございます。それから、まあそのまあ、介護保険計画、まあ、国の、まあ、こう新たなその地域医療、それから介護、まあ、総合確保、推進法でしたでしょうか、促進法、いわゆる、まあ、今までは、まあ、医療にしろ介護にしろ、まあ、それぞれが独立していたものが、いわゆるもうその財源含めてですね、限界に来ていると、いわゆる利用者と、財源がもう、サービス料と財源がもうミスマッチを起こしていると、これをうまく連動させて、いわゆる、まあ、サービスもやり一定程度の、まあ、財源の、まあ、低減を図っていこうというのは、まあ、国の狙いだというふうには理解してますし、まあ、国はそこまではあのまさにいいんですけども、実行するのは市町村でございますので、まさにあの今介護保険計画、まあ、6期計画ですかに入りますが、冒頭申し上げた、まあ、2025年を踏まえてということでございますので、この6期計画でそのことを全て盛り込んでやるということには、まあ、ならない。それから一方で、まあ、医療の方もございますので、まあ、医療については、まあ、今回の法改正の大きな点は、まあ、都道府県に基金を創設してですね、まあ、その何て言うんでしょうかね、まあ、創設して進めようと。それから、まあ、医療体制の整備をについても考えられる。それから介護についてはいわゆる包括ケアシステムということで、まあ、できるだけその在宅において、その普段の生活をしながらですね、まあ、あの介護なり、看護してもらうということでございますので、まあ、この部分、いわゆる包括システムにかかる部分が今後、まあ、6期あるいは7期、まあ、その先に含めてですね、どういうふうにこの地域の実情に合った形としてその計画にこう盛り込んでいけるか、その中でまあトータル、まさに財源も頭に入れながら、そしてサービスも引き場でまあ維持をしながらと、まあ言葉では簡単なんですが、まさに実行という面ではまさに高齢者だけの別に問題ではなくて地域全体での課題になりますので、まああのまあ、それこそ総合力でですね、一つずつまた考えてもらうんだろうということで、まあ、まあ申し上げた介護だけではなくて医療を含めたトータルの中でやはり、地域にあったシステムを構築していくということを、まあ、進めていきたいというふうに考えています。お下に
それで細かいところもあったり、ちょっと要望もあったりなんですけど、このまず要望的なところですが、記載するときは、ね、平成になってみたり、西暦になってみたりですね、過去内で書いてみたりっていうのがあるんですが、なかなかこれ分かるようで、いちいちうまくやればなんですが、統一して、例えば平成12年、平成で押すならば平成で押して、括弧西暦で入れるとか、西暦でやるんだったら平成入れてもらうとか、どうしてもその文章がですね、統一性がちょっとバラバラになってるんで、分かるように、できるだけ分かりやすいように、年代的にもこう押していただけるようなというのが、この要望的なところであります。それからもう一つですね、細かいところでありますが、いわゆるこの新しい支援総合事業が関わってくるわけですけれども、厚生労働省のガイドラインでいうと、この市の窓口担当者がですね、専門性でなくてもいいというか、事務的な方でもいいみたいなことが書いてあるんだけども、やはりこういう新しい制度に向かっていくときには、やはり専門職って言いますかね、そういう方々、いや保健師さんなのかどうなるのか、そういう資格を持った人がですね、窓口にいるべきじゃないかなと思うんですが、まだそこまでは検討されてないと思いますが、ぜひそういう角度でお願いしたいなと思っていますし、それから今も部長が言われるように、地域包括ケアシステムになっていきますと、地域丸ごと まとめていくというか、そういうすごいスケールのですね、仕事になっているわけですけれども、じゃあそれをですね、誰がコーディネートしていくのかね、この辺がですね、やはり策定していくときに非常に大きな課題になるんではないかなと思いますが、この辺もやはり専門的な人がですね、ついてないとどうなのかなというふうに思いますので、検討の中でよく置いておいていただきたいなというふうに思います。はい、すみません。今ので関連で、生活支援コーディネーターのことだと思うんですけれども、そうですね。今の時点でのお考えっていうのは、どういうお考えなんでしょうかね。地域包括支援センターの中に、今教育隊をで、そこに配置するという形になるのか、聞かせていただければ。今の検討状況の中。介護高齢課長。介護高齢課長。新しい総合事業につきましては、おっしゃるとおり、生活支援コーディネーターって形ですね。基本的には、市の保健師等がですね、いろいろな形で関与することが重要だと思いますし、コーディネーターの採用等につきましてはですね、今後検討するといいますかですね、という方向でございます。あと先ほど の新しい総合事業とですね、3% ということにつきましてはですね、今の地域支援事業の 3% はですね、上限が撤廃されております。新しい総合事業に対してですね、事業費の上限がありますし、包括的支援事業と任意事業につきましてはですね、もうですね、事業費の上限が、設定されております。以上でございます。よろしいですか、はい、質疑を終わります。以上で副証券部関係の審査及び報告は終わりました。副証券部の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。すぐ終わる。討論でしょ。採決。討論採決。討論採決で終わる。すみません、ちょっとお手洗い。すみません。ちょっと聞いて。
決に入ります。議第84号平成26年度一般会計補正予算括弧第5号のうち歳出の所管部分を議題といたします。討論はありませんか。なし。討論もあります。これより採決を行います。本案は原案の通り可決すべきものと決するに合意ありませんか。なし。合意なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。続きまして議第85号平成26年度国民健康保険事業特別会計補正予算括弧第3号を議題といたします。討論はありませんか。なし。討論も終わります。これより採決を行います。本案は原案の通り可決すべきものと決するに合意ありませんか。なし。合意なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。続きまして議第86号平成26年度介護保険特別会計補正予算括弧第2号を議題といたします。討論はありませんか。なし。討論を終わります。これより採決を行います。本案は原案の通り可決すべきものと決するに合意ありませんか。なし。合意なしと認めます。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に委託された事件はすべて終了いたしました。本日の委員会はこれで散会をいたします。お疲れ様でした。